みなさんこんにちは。こんにちは。早速ですが、はい、クールビズですよ。そうですね、暑いですもんね。もう暑い、はい。クールビズといえば、うん、ジャケットです。そしてシャツ1、こんな格好ですよね。はい。で、ここからさらにクールビズらしく袖をまくってみようじゃないかと。本来であればあんまりお行儀のいいことではないけれども、暑いからしゃあない。もうでもスタンダードですよ、袖まくる。ほんま雑誌の中ではね、あんまり見えへんけどな雑誌の中ではスタンダードですよ。まあ、まだ皆さんがちょっと、まあビジネスシーンじゃなくても使えますから。あ、そう、カジュアルでもありますからね。そうそうそう、だから今日こういうシャツですし、ね、そうなんです。それがいいと思います。嘘だから、ビジネスではまあ本当は良くないけど、はい、よっぽど暑い時はやっちゃうから。そう、ちょっとでももうなんかこじゃれて見えるようにね。いい、やって一個ノーグッドからグッドから言って、いや、今もまくんですか。今から僕がやってみるから。はい、カフスの幅に持っていく。うん、グーグーなの。グーなのこれ。それやろうかと思ってたんですけど。いや、でもそれが言うなればベーシックなわけです。ベーシックロールみたいな感じです。カフスの幅で折るのだって、はい、基本的にビジネスシャツという感じでいきますので、はい、このカフスあるでしょ、はい、カフスそのものをこう折り曲げたくない人にとってはカフスをパキパキ折るがやっぱスタンダードなんですよ。まあ、カフスにはその芯が入ってますからね。はい、このここですよ、襟の中も。布と布の間にね、こう硬いじゃないですか、カフスと襟ってここね、若干ね、はい、それの形を崩したくない人は、そう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 、ちゃんとカフスの幅で折れと。もうきっちりパキパキってことでしょ、うん、パキパキで、まあ2回折るもよしでしょう、3回折るもよしでしょう。出さん待てや。ただただなんかそれカジュアルでやると僕正直ちょっと違和感ですね、そういうシャツで。うん、そうですね、こっちはこういうことですよね。こっちはありやと思うんですよ、うん、これで例えば最後にワンポイント付け加えるならばですよ、浅見さんがやったやつってどうでしょう、ここをあえてこうたゆませるということをしてくれたらよしでしょ。どうやって たゆます、こうピーンってピーンって張ってもうたら、うん、あんまりちょっと良くないじゃないですか、なんか見た目的にね。やったらもうせっかくここちょっとカジュアル感出すんやったら、ここくしゃってやった方がちょっと良くないですか。リラックス感的なやつね。はい、いやいや、リラックス感的なやつ。これがでもやっぱそのダサいね。ダサいかどうかは、これにはダサいかどうかはこれを見ていただいている方に決めてもらったらいいんですよ。なんか幅広いもん、これでも、このそんな特別広いカフスちゃうで、これ7センチぐらいちゃうん、よいて。ちょっと見てや、幅広い広い。こっちはまあ白やから、なんか色変わらんからそんな強調されないんで。ああ、そっか。その型崩れしたくない人とかはやっぱこういう折り方の方がいいと思うんですけど、こうじゃあインディゴとかはちょっとこうすごい太い、太いね。ビジネスやったらまあこれで、これ違和感ないですもんね。ないけど、ここをスッと折り入るよりかはここでちょっとクショって刺した方がいいよねっていうことにしましょう。そうやん、うん、まあ巻き方としてですよ、はい、ちょっとダサいかダサくないかもう決めてください。もう勝手に決めてもらったらいいですよ。巻き方の講座やね。そうそう、それでいこう。腕まくり、腕まくりの種類、種類伝授しますの回です。これがベーシック系ですわ、ベーシックロールみたいな。はい、ベーシック、これがスタンド、パキパキロールだけ、はい、簡単でしょ。簡単で、2個目が
あ、これごめんなさい、ちょっと言ってなかったです。これ両方一応開けてください。ここも。はい。前回ですよ。で、2個目はだいたい肘ぐらいまでやって、ほう、で、こいつを持っていく。これ覚えありますよね。昔やりましたね、僕それね。これ一回、そうなんですよ、過去の動画で浅見さんがやったやつです。これマスターロールって言うんです。巻き方ね。で、このカフスの頭、裾に当たる部分ですねを、ちょっと袖口をちょっと覗かせるのがとされてる。だからこうしてもいいんじゃないですか。だからここの幅をこっちでもそんなにさ曲げなくていいんじゃない。ああなるほどね。僕結構やるから、ちょっと覗かせる感じです。正直やってる人からすると金子さんがもう教科書通りの本当にやり方なんですけど、はい、ここまで上げると今やったみたいに 肘、はいはいはい、肘まで上げると盛り返しがすっげーでかくなるんですよ。あ、さっきの通りでね、うん、はいはいはい。だからまああえてこうちょっとクシャッと感を出したりとか、この折り方にね、とかちょっとこうネクタイもそうじゃないですか、うん、シュッと締めるよりわざと、あ、そうですね、シワ感作ってディンプル作ってこの動きを出すみたいな、うん、やりますね。そういう折り方をした方がなんかちょっとこうカチッカチッカチッとするより、うん、ちょっとこう粋な感じがするよっていう、少しラフさを入れると慣れた感がより出てくる。ピチッとしてるやんこれ。ちょっとやっくたつかせたつもりあるけど、めっちゃ綺麗、綺麗な性格きっちりしてるとこうなっちゃうんですそうだね。まあごめんなさい、まあこれがマスター、そうマスターロールねっていうやつでも、これが正直やっぱおすすめですわ。いろいろ見ててもやっぱかっこいいなと思います。まあこういうシャツにはね、うん、こういう折り方のやっぱ、うん、粋な感じしますよね。あ、そう、ここくしで、もう一個あるんです。あ、それ知らんでしょ。そう、もう一個はう同じですよ、前半はベーシックロール。あ、ただそう、一個ちょっと言っとくと、このカフスができるだけ柔らかい、やっぱカジュアルに向いてるのか、カジュアル系のシャツの方がいいかもわかんないです。はい、あの次このカフス折りますから、これまず半分するでしょ、はい、半分か、あのカフス一つ分パキッて折るでしょ、はい、折ってもっぺん折る。カフスまで、うん、今2回折ってます。で、ここ半分折る。あ、この時に半分にしちゃう。はい、ちょっとリゾート感が出るんですね、こういう。で、まあまあこうピシってやるとちょっとあれやから、あ、これいいじゃないですか。上でこうやって、これが一番、多分こういうシャツはすごく向いてると思う。汎用性が高いんじゃない。うん、朝のシャツとかはすごい似合いそうです、ね、あ、絶対いいと思いますわ。これからの時期、夏のね、そういうシャツもやるでしょうから、朝のシャツなんかはそんな硬いし使ったりしないでしょうから。そうですね、柔らかい目の芯で、まあソフト系のやつで、これが一番みんな悩まずできるんじゃないですか。これ簡単でしょ。このパキパキって折ってさらに半分に折るだけだから。で、これも同じでこう先ピーンよりもやっぱちょっと上の方でここに引っ掛ける、ちょうど引っ掛かると思うんですよ。で、ここでちょっとこう、たゆませるって感じ。こうやったら、これが一番いいっす。なんか、うん、カジュアル。簡単やし、そんななんか、さっきの2個目のマスターロールみたいに、なんかちょっと、
不安なんでもないし、こういうシャツやったらビジネスでカジュアル、そのカッターシャツをっていう感じだったらマスターロールみたいな、その方がいい気がします。これはもうだって格差そのものですよ。まあ柔らかいシャツですよっていうやつです。まあ基本の3種類です、これが。なるほど。僕はあんまこれやったことなかったんで勉強になりました。まあもう断然マスターってことでしょ。いやいや、これいいと思いました。あ、そうですか。普段着でちょっとやってみて。ああ、やりましょう。僕もやります。はい、っていう感じなんですけど、まあ袖まくるだけでもやっぱ印象変わりますからね、こうやってね、巻き方によってもね。暑いもんね。暑い、本当。まくりたくなるから。そうです。その時におもむろにもうこう、こんなして単純に巻くとか、こんなしてただこう上に持っていくだけじゃなくて、まあ社内とかでね、だからお客さんの前でこれやるって良くないんで。そうですね。なんか社内とか外でね、一人でどっか行ってる時とか、そういう時にした方がいいと思うんですよ、うん、お仕事の時はね。普段は別ですけど、だからそういう時に、ちょっとでもおしゃれに見えた方がいいですかね。やってみてください。お持ちのシャツを使ってやってみてください。そうっす、やってあっていうので、その夏を超えてみましょう。ありがとうございます。ちょっとクールビズ期間なので、ちょっと袖のまくり方いくつかあったので紹介を、ちょっと簡単ではありますのでさせてもらいました。はい、お試しいただければと思います。はい、この動画を面白いと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。